時間が経つにつれて、やり場のない悲しみが深まります。5月3日に旅立たれた、俳優の渡辺博之さん。ここでは、渡辺さんのこれまでの経歴や、MISIAさんとの意外な関係、直前の不可解で奇妙な言動の噂について、気になったので調べてみました。本名、渡辺博之。1955年12月9日生まれ。2022年5月3日、享年66歳。茨城県水戸市のご出身で、身長176センチ、血液型は B 型。最終学歴は拓殖大学商学部経営学科卒業。ファイト、一発というセリフで有名な、リポビタン D のコマーシャルや、大ヒットした昼ドラ、愛の嵐で主演に抜擢され、その端正な顔立ちと彫刻のような肉体美で、たちまち、世の女性たちを虜にした渡辺さん。その生い立ちは、地元でも有名な写真館の息子で、そんな渡辺さんの芸能界入りは、大学進学とともに上京して、学業と俳優活動を続けていくために、ルフトハンザ航空でアルバイトをしたことで、ドイツ語や英語力が培われたそうで、ひょんなことからトリリンガルとなります。大学卒業後、仕事がなかった時には、外国人モデルたちの通訳をしたり、ついにはマネージャーまで兼務したそうです。モデルの営業での顧客リストをもとに、自分も売り込んだのが功を奏して、コカ・コーラ、リポビタン D の CM に起用され、その CM のカメラマンの紹介によって、映画、オン・ザ・ロードでの主演が舞い込み、昼ドラ、愛の嵐など、嵐シリーズ全3作で大ブレイクして、人気俳優の仲間入りを果たしました。その後も、たくさんの作品に出演される中で、仮面ライダーをはじめ、特撮ものや、V シネの人気者で新境地を開いています。さて渡辺さんといえば、女優で妻の原日出子さんとは、2001年には、パートナーオブザイヤーを受賞するほど、芸能界でも有名なおしどり夫婦として知られています。そんな二人の馴れ初めは映画での共演でした。結婚の決め手は渡辺さんが言うには、原さんの手料理が抜群だったからだそうです。数年の交際を経て結婚した二人でしたが、実は原さんは再婚だったそうです。なぜ離婚されたのでしょう。調べてみると、結婚したのは1983年、原さんが23歳の時で、お相手は高校時代の同級生だったそうです。1981年の朝の連ドラ、本日も晴天なりの主演で、ブレイクして間もない頃の電撃婚でした。その後4年間、家庭に入ったのですが、元旦那からパートに出てほしいと言われて、さすがにそれは恥ずかしくてできなかったそうです。すでに住む世界が違ったのかもしれません。結局は離婚して、娘を引き取って、シングルマザーで頑張っていたそうです。そんな原さんに再婚を決断させた理由は、渡辺さんが連れ子の娘を実の娘のように、可愛がってくれたからだそうです。1993年頃に結婚して、一男一女を授かって、三人の子供を立派に育てた二人。トーク番組、徹子の部屋に二人で出演した際に、渡辺さんは原さんのことを、100点満点で150点ぐらいじゃないですかね。100点満点だとまだ足りないぐらいじゃないですか?と、絶賛するほどラブラブだったそう。しかし、たった二度だけ、ついに夫婦の危機か。と言われたことがありました。一度は2005年に原さんに内緒での投資に失敗して総額1億円以上の損害を受けた時です。実際は投資運用会社の社長に騙されていて広告塔の役まで引き受けた渡辺さんですが話を聞いた原さんはこう言ったそうです。内緒でやったことで仕方ないわね。呆れた。でも許す。そう言ったそうです。もう一度は、
原さんは44歳頃から約8年間も更年期障害に悩まされていたそうです。渡辺さんに対しても理由もなく感情的になって理不尽なことを言うこともあったのですが、渡辺さんはゴミ捨てや洗い物などをする際は原さんの見てないところですることを心がけて、やってもらって悪いと思われないようにと原さんへの気遣いを怠らなかったそうです。そんな渡辺さんは原さんにとってはお金なんかでは手に入らない存在だったわけです。逆にこの2つのことでより一層夫婦の絆が深まったのだとか。また3人の子供たちの現在はというと、連れ子である長女は一般人ですでに結婚して、なんと渡辺さんはおじいちゃんになって、お孫さんが可愛くて仕方なかったようです。一方長男の高博さんと次女の真由美さんは両親と同じ芸能界に進んで、高博さんはモデルや俳優として活動するだけでなく、タクトという音楽グループで活動していました。次女の真由美さんはミュージカル女優を目指して、現在は歌手のMISIAさんのバックコーラスでその歌唱力をフルに生かしているそうです。渡辺さんも根っからの音楽好きで、自宅の地下室にはスタジオもあるほどで、プロのドラマーも顔負けの腕前でしたから、24時間テレビのチャリティーソング歌を歌おうをMISIAさんが歌い、真由美さんがコーラスとして参加する後ろで、渡辺さんがドラマーとして演奏していますし、一緒に食事をしたりMISIAさんのライブにもたびたび訪れていたそうで、以前からMISIAさんとは公私にわたって親しい関係だったそうです。ですから今回の突然の訃報にMISIAさんは、お亡くなりになられた5月3日はライブ中ということで、真由美ちゃんにも私たちにも渡辺博之さんがお亡くなりになったということは知らされていなくて、ライブが終わってから知ることとなりました。ちょっとしばらく理解ができないというか、信じられない気持ちだったんですけれども、ご家族のことを思うと胸が苦しいですと涙で声を詰まらせながら、会えていないけど真由美ちゃんを今すぐね抱きしめに行きたいと涙で声を震わせた追悼の思いの最後には、渡辺博之さんの安らかな眠りを心からお祈りしております。いつも優しく声をかけてくださり、気にかけてくださり、一緒の時間を過ごしてくださり、ありがとうございました。悲しみの中にいる人ともみんなと力を合わせて歌を奏でて前に向けて進んでいけたらと思います。あなたに届くように歌っていこうと思いますと振り絞るように言葉を紡いだMISIAさん。趣味が多かった渡辺さんですが、特にドラムはボーイスカウトで10歳の時にパレードの花形の先頭に起用されてからずっと続けてきて、しまいにはプロに土下座してまで弟子入りして免許皆伝となっていますし、ゴルフも自己ベストスコアは66という芸能界で屈指の腕前になるほど、イラストを描かせてもプロ級というようにとことん追求してしまう渡辺さん。渡辺さんのインスタには原さんや家族の写真ばかりではなく、美しい富士山や花々も多かったそうです。くしくも4月20日の最後の投稿にも数枚が投稿されていて、そこには今朝の美人たちアップにすると違う表情が見えてくるとコメントが添えられていました。しかし少し遡った1月3日の投稿では、何か意味深とも取れるある短い一言が添えられていたのです。今思えば一体何を思ってそんなツイートしたのか不思議でなりません。別の投稿にはちょい夢広い散歩と書かれていて、実は渡辺さんは15年以上にわたってボランティアで近所のゴミ拾いや分別をされていて、それを夢広いと言っていたそうです。
家庭でも仕事でも近所でも評判の人柄だった彼の中で一体何があったのでしょうか。とある情報筋では、コロナ禍で神経質になって世の中を悲観しがちになり、半ば鬱のような状態だったのではとか、またある時は自分が持ってきたものがなくなったと探し回ったそのありさまが奇妙にしか映らなかったという噂も流れていましたが、それは事実なのでしょうか。何もわからぬまま言ってしまった渡辺さん、残されたご家族のご心中を察すると、いたたまれない気持ちになります。心からご冥福をお祈りいたします。合唱。